はい、大田君、お疲れ様です。はい、はい、まあ、なんとか誕生日は間に合ったと。そうですね、やっと4から言うた感じだったね。はい、うん、明日、で、明日はどこへ着けるってことはもう自分で決めちゃう。まずここからと、ちょっといろいろ考えたんですけど、うん、もう自分で何かしようかなと思います。あ、自分で動く。はい、うん、大田君が自分で動くということは、あれ、まくりか、どっちか言えば。まくりは出ないと思うんですけど。セリ。セリっていうか、まあ展開見てですね、流れで。みんなで大きな声をしておいてから、うちらからそっと入っていくとか、そんなことない。まあ、それも作戦によっては、まあ何でもします。うん、まあということは大田君が短期で誰というマークは人を決めんと。そうですね。いうことやね。はい。うん、自分で。自分で動くと。動いて、チャンスつかもうと。そうですね、うん、まあ明日は篠原君か小翔君かね、藤田君は選考はないということになったから、中石君の、中石君も短期やったね。そうですね、話したんですけど、うん、まあガッチンしないように、うん、まあ明日は女は短期で動くと、はい、いうことで、まあ、はい、とりあえず切れ目から、うん、あとは流れで太田義政、中移動と。え、太田義政、中移動と。はい、まあ、なんかします、とりあえずそうかい、なんかする、はい、なんかしてよんなら、はい、ね、はい、なんか頑張って。はい、ありがとうございます。はい、どうも、ありがとう。